分にとってもチャンスだと思ってるので、その代表合宿だけやってても絶対ダメだと思って、あとポイント稼げるっていうのは一つの条件にもあるっていうのと、あとはやっぱこうコートに3人しかいない中で全員がやらなきゃいけない状況に身を置くっていうのは、まあ、個人の成長にもつながるかなっていう気持ちで参加しました。まあ、東京オリンピックなんてもう多分、まあ、間違いなく自分が現役の時には来ないし、まあ、生きてる間に来るかもわかんないぐらいですし、まあ、その中でまあ候補に入ってチャンスがあるっていうのは絶対掴み取りたいと思って。